河合ささ三朝木河合三両は、二二義の三朝木。高谷三条両、愛良三条両と共に、神代三三両の一つ。明治政府により1874年、新田神社境内の神気さんを、河合三両と事情した。河合三さぎである、新田神社では、神気さんの五分の四が五両の領域となっている。二二の三朝木については、日本初期に、 畜紫ひなたか山の三両、演技式書両式に、ひ向かえ三両。天心彦二二義の存在二日、向か国一、無量子とあるが、この両は演技式よりも前に、中央の勘手の平を離れて、その所在を、単に、在ひなた国、また、無量子と表されていた。しかしその祭司はおもんじられ、人代三両のために、山城国くずの群田村両の南の原に、 片一丁の地を隠して遥か廃所に当てられたことがある。その所在は、江戸時代末以来諸説ふんふんとしたが、明治7年7月10日、他の日向三代の神の三ぎと共に直上があり、大いに修辞された。新田神社の河合三領は、大正3年に、宮内省直轄となった。現在は、宮内庁所領部桃山管区会、部事務所が置かれ、内閣府事務官が、 両母主部として管理されている。五陵と神社が一体となっているのは、全国でも珍しい形態である。大正9年3月30日には、昭和天皇が参拝、昭和37年には、秋人上皇及び、上皇后道子が参拝など、皇族の参拝は9回にも及んでいる。この五陵の両方については、皇墳説のほか、高塚式縁墳説、 扁平な大型高施設などがある。この河合山寮がある、人気山は火山活動によって作られた、シラス土壌が一般的な土地に粘土質の岩盤からできており、河内平野にポツンと孤立した山海であることから、一説には人為的に築かれたものではないかとも言われている。明治二十九年、宮崎県北川町田原の河合を、五両伝承地、西都市西都原を、 ご両母参考地と定めた。日向の誇りの参両は、日向国薄木郡長井村俵の門にある。河合参両は、神代、にニの巫事の宝魚で、畜死の日向の河合と読むの参両に葬ったもので、諸領式には、日向国にあって、領土はない、とある。日向の人々より、日向国薄木郡長井村俵の門に一つの古墳があって、これがご両に、 社頭である河合神社は二二義の御事を祀る。河合村は今は、俵の門と合併して存在しない。地勢を見ると、河合山東面から三筋の尾根が伸び、中央の地は、地で、河合寮山は、河合山とも、縁だけとも呼んでいる。縁は、河合の地方なまりである。このことは、日本書紀や縁起式に見える、河合、越名が、 明らかに存在していたことを示し、諸書の記述とも符合する。ありがとうございます。